何も来ない。よし、じゃあ収録も開始します。はい、お願いします。よろしくお願いします。なんとか瞑想だな。サッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。 MC はサッチーと、はい、ミキサーのキャンと旦那のリクカイクーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いくださいということで、今週もねリクさんお願いして、はい、はいって、なんか今日元気ないな。うん、大丈夫よ。大丈夫か。うん、で私がね昨日、収録上では1月の29日なんですけど、はい、オンエア日の、いやオンエア日って先週のオンエア日の1月28日にあの介護福祉士国家試験がありまして、はい、朝からずーっと那覇にいたんで、もうくたびれてるんですよ。お疲れ様ですなんで今日はもうね、あの疲れてるから、うん、お願いしてリクさんも喋ってねってことで今回お願いしました。はい。喋ってよ。はい。はいって。はい、番組の紹介をしたいと思います。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは気まぐれ.sachi@gmail.com です。アルファベット小文字で KImagure.sachi@gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウント FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。X ではハッシュタグ気まぐれラジオをつけてポスってくださいねということで、今週の1曲に行きたいと思います。大丈夫ですかキャンさん。はい、大丈夫ですよ。今週の1曲はドリームズカムトゥルーであなたにサラダです。どうぞ。今日も相変わらずワンが多いですね。うん、断水心配な。うん、確かに断水心配。結構雨は降らないですね。そう、勝負なんでも。果たして2月には雨が降るのか。ああ、なんか2月って雨がね降る傾向はあるよね、確かに。うん、2月のプロ野球キャンプにはだいたい雨がつきまいですね。だいたい雨が降るっていう。なんか雨乞いしたら、なん、どんなって、知らん、どんなって雨乞いする、知らん。雨乞い。まあでもこの歌実際はあれなんですけど、自己紹介の歌なんですけど、あれ私の名前はマポですって歌ってます。あ縄文語らしいです。あー、そうなんだ。え、縄文語、うん、はい、そうなんだ。あばーなーがーまぽー、あー兄ののーとあんやーとー、うん、なるほど。久高島行け。久高島で、うん、白い、白い服装で久高島行ってこい。嫌だ、嫌、うん、だ。雨乞いで。そうそう、創作エーサーでよく使われるこの曲。、うん、あ、さっきの神々の歌ですね。そうそうそう。歌ってる姫神でしたっけ。うん、
昔から結構どこの国の言葉っていう歌が結構好きなんですよ。だからロシア民謡のポーリシカポーレとか、うんうん、スペイン語の歌とか、うん、英語以外の歌も結構好きですね。なんかいろいろありますからね。韓国の歌も一回漢字にコピーして歌ってたことあります。韓国の女の子と飲んだ時にこれ歌えるよって歌ったら合ってる合ってるって言われました。ヨギーネヨトゥイソヤヘオ。そんな曲があるんだね。ナルトナミョハネオっていう。はい、ではあと20秒ぐらいですね。はい、冬さのレモン。はい、では前かけます。お聞きいただいたのはドリームズカムトゥルーであなたにサラダでした。では早速今週のテーマに行きたいと思います。お願いします。今週のテーマは料理はする派食べる専門です。というのもこれは私の個人的なキャスで決まったので、まあ理由を決めたのは今キャスにいる埼玉の郷さんなんですよ。埼玉の郷さんが提案してくれてやってるので、その前にキャスが来てますので紹介したいと思います。お願いします。埼玉の郷さん、サッチーさん、リクカイクーさん、キャンさん、こんばんは。こんばんは。埼玉の郷さんが気まぐれラジオってヘペロと来てますよ。カープボーイさん、サッチーさん、キャンさん、リクカイクーさん、皆さんこんばんは。ワン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 。はい、3回回ってワン。言わしてるね。今週から夏日になるってよ。寒くなったり暑くなったり体が追いつかないわ。雨も降らないですね。なんか今年断水しないか心配さーと来てますね。で、埼玉の郷さんが、創作エイサーでもよく、その曲よく使われるって、さっきの雨乞いしよ知ればっていう、オフトークの時のお話ですね。大浜さん、こんばんは。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 いつも仲良くて羨ましい。韓国は冬ソナしか歌えません。わら。と来てます。あ、冬ソナ歌えるんですね。そうそうそう。ちなみに僕がさっき歌ったのは、仲間由紀恵さん主演の東京 1K っていうドラマの主題歌でした。ああ、うん、そうなんだ。カープボーイさんが、土曜日そっちに行ったとき思ったより狭かったので、ヒーフミーズバー、そっか、ヒーフミーズバーで、そういえば、カープボーイさん出てましたね。うん。そうそうそう。私、ちょうど土曜日、仕事終わったぐらいにちょこっとキャス顔出したかな。うん。なんと、カープボーイさん出演されてたんですね。そう、うん、出てたんですよ。スタジオが狭いんじゃなくて、ひふみさんがでかいんじゃない？ひふみさんは今キャンさんが座ってるところ、あ、そうそうそう、に座ってたはずよ。うん、埼玉の郷さん、そうです。私が埼玉の郷ですと来てますね。カープボーイさん、今七回ちゃんがワンワンワン泣いてくれた。では DM の方が来てますので紹介したいと思います。お願いします。ナルトラさんからいただきました。ラジオネームナルトラです。週に3回ぐらいはカット野菜と肉を買って野菜炒めをしたり、スパゲッティを茹でて食べたり、自分で晩ご飯を作る時はあるかな。自分で作る分多少は食費が安く済むのもありますねと来てますね。うんうん、確かにまあ自分で作ると、うん、自炊した方がね、うん、ちょっと安上がりにではなるね。うん、好きな量も作れるしね。確かにそれは言えてる。メールも来てますので先に紹介しようかな。はい、サッチーさん、リクカイクーさん、キャンチー、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。埼玉の郷です。テーマの
料理はする派、食べる派、読谷中ワイフが三里工業の調理科卒だから料理がめちゃくちゃ美味しいので食べる派ですね。一昨年に次男とワイフがコロナになった時にチャーハン作ってみたけど味なし、焼き飯になったぜと来てます醤油がなかったんですかね。何かが足りなかったかもしれないですよ。リークさんはあれだよね、んちなみに食べる専門っていうのはないね。ないね。逆に作る方だよね、うん、私は家では食べる派かな。だね、家ではね、うん、仕事上でたまに作るので、まあ大体は、まあ、仕事上だけかな作るのは。でもたまに作ってって言うから、うん、うん、俺が調子悪い時かな。うんうん、なんか開けてお湯入れて3分待ったらできるな。な？お開けて。あったの料理な。何が？ポカッと開けてお湯入れて3分経ったらできるさ。あんた。ラーメン？あラーメンか。あカップラーメンじゃないのか？あカップラーメンっていうのか。カップラーメンじゃないのか？開けて湯入れてさ待つだけってラーメンじゃないのかい？あそっか。うん。キャス何か来てますかリークーさん。うん。はい。沖縄大好きさん来ております。こんばんサッチー。こんばんサッチー。埼玉の郷さん。よし、2週分のメール送信完了と来てますね。ありがとうございます。ありがとうございます。の、その埼玉の郷さん。アンダー数が足りなかったはずって。T アンダー。T アンダー。T アンダー。カープボーイさん。料理は見えなくなってからやってないから。一回卵焼き作ろうと思ってフライパンじゃなくて、生カスのところに火のところフライパンに卵を落としてたら違うところに行ったということですね。だからコンコンってやって黄身を三角コーナーに入れて殻をフライパンに入れたってことだろ。そういうことだね。うん。埼玉の郷さんが即席ラーメンわらそうよ。あのさ、私いつも気になるんだけど卵を、うん、リークが割るときに、うん、片手で割ってるじゃん。そうよ。あれコツいるの？慣れ。私手ちっちゃいじゃん意外に、バスケしてる割に、うんうん、だけど片手で割りたいと思ってるけど片手で割れないのよ。俺両手で割るよ。え？両手で。片手でパカってやってない？いつも両手で1個ずつ。だから両手1個でしょ。だから片手は1個でしょ。だから1個持ってコンパって、ね、よくできるか分からんなやり方教えてね、うん。大浜さん、私も片手だよ。手小さいよって来てますね。カープボーイさん、卵を片手で割るときひねれば簡単に割れる。あ、どういうこと？切ってこと、キュッてこと、ちょっとひねる。埼玉のお子さん、ワッターワイフ片手で卵割るぜ。私だけ両手で割るの？メールの方に戻りたいと思います。気まぐれネーム沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、陸海空さん、キャンさん、皆さん、こんばん、サッチー。こんばん、サッチー。からのお疲れ様っす。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。メッセージテーマ、料理する派、食べる専門。僕は料理する派です。毎日作りませんが、チャンプルーとか炒め物とか、目玉焼きとか、ポーク卵とか、カレーとか、麺類などをいろいろ作ります。ほぼ創作料理ですねと来てますね、うん。創作料理、私意外と創作料理ってあんまり苦手なのよね。うん、リクはあれでしょ、よく、うん、冷蔵庫にある分あるもので、あるもので作ってるよね。うん、その沖縄大好きさん、キャスの方で、前にアニメ私んちのゆずひこの料理をする回が話ありました。作り方を言うと、トウモロコシに塩をかけてレンジで5分温めて、オリーブオイルをかけて混ぜたもの。シンプルだけど自分で作ったら美味しかったと来てますね。
トウモロコシ私苦手なんです。そうなんですね。そう、意外ですね。私コーン系がダメ、豆系があまり好きじゃないんですよ、うん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 、なのでポップコーンは食べれるんですけど、ラーメンとかに入ってるコーンはなぜか食べれません。まあ甘さもありますからね。それはあるね。ナッティーナチコさん、サッチー先輩、だからサッチー先輩じゃないってば。ラーメンリークーさん、なんでラーメンに行くの。イケボのキャンさん、どうもこんばんは。熱々と来てます。私も卵を片手で割りますよ。なんかそれで皆さん盛り上がってますね。ナルトラさんも来ております。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様ですね。X の DM 送ってます。あ、見ましたよ、もう紹介しましたよ。ナルトラさん早いでしょう。埼玉のゴーさん、僕ぐしゃぐしゃにしてしまう。何をぐしゃぐしゃにする？卵じゃない？卵かな、うん、へえって、へえってへえってなって、なちこさんに。え、なんかなちこは卵割り上手だけど、うん、どういうこと、うん、卵割るのが上手そうってこと、うん、卵割りがよ、玉割り、うん、玉割りが上手そうさ、この人どういうことどういうことこの前、うん、うん、そういえば、昨日リックを見てたよね。ナッティーナチコさんのキャスの配信。なんだタコライスだった、タコス、タコスだった、タコス、あれめっちゃ美味しそうだった、うん、美味しそうだったね。食べたいからナチコに、ついついレオナバルまで持ってきてって言ったけど、行くかやって、行くかやって、そりゃ生きるわけないけど、沖縄市からレオナバルまでってなかなかねえ、うん、ねえって。ちなみにキャンさんはあれですか、はい、食料理は作る派ですか、それとも食べる専門ですか。僕はですね、今実家に帰ってきてから食べる専に戻りましたね。一人暮らしの時結構作ってたんですけど、はいはいはい、僕が帰ってきたタイミング、弟は料理人、うんうん、うちのおばあちゃんも台所立つ、うん、うちの母も立つ、うん、喧嘩なんですよね。だからもうもうお任せしますということで僕は身を引きました。あ、なるほど、はい、まあ、女性って大体作るのがね、はい、結構好きだから。あと片付けの仕方とかもうちの母なりの片付けの仕方があるので、はいはいはい、怒らせちゃうんですよ。あ、触ると。だからもう最近やってないですね。あ、大丈夫、結構作れますよ。おー、パスタとか得意なんで、はいはいはい、今はもう自分では食べれないですけどカルボナーラとか、おう、あとは、まあ、ミートソースもちゃんとホールトマトから作ったりとか。あ、すごい。結構大学生の時はよく自炊してました。私も一人暮らしの時は作ってたかっていうと、逆にあれですね、惣菜系を買いまくってました。一人なんで、結局、一人分作ったかって言ったら、量が多くなるんですよ。だから、買った方が早いなということで、まあそうですよね、惣菜買って食べてましたね。最近無理に作るより買った方が安かったりもしますからね。まあそうですね、それは言えてる。キャスが結構ね来てますね。どこまで進んだ、あったあった。沖縄大好きさん、あとやってみたいと思う料理が、そのゆずひこの話の続きもをあげると、食パンに納豆、角切りトマトにケチャップと、スライスチーズをかけてレンジで5分温め、かつお節をかけてなんちゃってピザを完成。あ、そんなのあるの、うん、すごいね。あれ流行ったけどね、マヨネーズで食パンの周りマヨネーズで土手を作って生卵みたいな。あー、あったね。あれは流行ったけどね。うんうん。ナッティーナチコさん、料理配信でも片手で卵を割ると。うん、卵はやだな。卵はや。埼玉のゴーさん、ナッティー、多分ナッティーさんって言いたいんでしょうね。ゲスト出演希望。まあ、体調が良ければね、ナッティーナチコさんが、うん、とタイミングだな。ですね。うん、タイミングが良ければだな。
そのナッティーナチコさん、サッチー取りに来てって取りに来てって、沖縄市まで取りに来てってよ、うん、今度余裕ができたらね、ナッティーナチコさんとまたコラボを作れる、できるといいけどね。カープボイさん、わかる、一人暮らしの時、味噌汁作ったら3日分ぐらいあったし、あって、少し作ってないつもりだ、少ししか作ってないつもりだったのにと来てます、うんうんうん、そうなんですよ、量がわからない、一人分の。僕は4人分のミートソースを作って2人分1回で食べるんですよ。おなので残り半分を冷凍して後日食べるみたいなやり方してましたね。あー、私でもね結構 4,5 人前作って 3,4 日食べ続けるのが結構あるので、うん、まあ、それよりも買った方が早いと思ってやってるけどな。大浜さん、作らないではなく作れない、彼氏は食べたら食べたまま、でもそのうちおかんとおとんがそうだったから、抵抗はないけど私の方が先に確定、確実に行くのにって、先に行くのにどういう答え、そこからコンビニ弁当かな、長生きできるかなと来てますよ。うん、彼氏さんの方が若いんですかね、ですかね。あ、でも大浜さんどのぐらいだったかな、結構本土の方なんですよ、大浜さん。大阪だったかなの方なので、うん、どうだろうね。でも2人でも意外とね、うん、リクは作るの上手だからいいけど。ちなみに沖縄大好きさんがいろんな料理提案しましたけど、はいはい、意外に美味しいって話あったじゃないですか。はいはいはい。僕結構好きでよく作ってたんですけど、はい、バナナカレー美味しいですよ。バナナカレー？バナナカレー。あるカレーの中にスライスしたバナナを入れるっていう。へえ、そんなのあるのね。煮込んでも美味しいと思います。ほう、カレーにバナナって入れたことないな。意外とライスとも合います。へえ、そうなんだ。はい。埼玉の郷さん、大浜さんのことか、一度彼氏さんに感謝してくれるかって聞いてみって。確かにありがとうわみたいな感じかな、言ってごらんってことかな。そろそろ来週のテーマに行きましょうかね。はい、お願いいたします。来週のテーマは笑顔になる瞬間です。っていうのも、本来の、収録日2月5日が、ちょうど2、5で語呂合わせ2個で、合わせで2個2個っていうことで、そう、笑顔になる瞬間にしましたよ。いいですね。うん、だ、Google 先生にも笑顔の日って書かれてたんですよ。2個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 って、2個2個ですね。笑顔の日って書かれてたからちょうどいいかなと思ってね。あ、じゃあ来年の2個の日めっちゃいいじゃないですか。ああ。5年2月5日おまさにニコニコ、おお、今から楽しみですね。ですね。おお、すごい。ナッティーナチコさん、卵からバナナからなんだ、なんでだろう、私爆笑って、キャンさんよもうって。だから卵からバナナから。どんな話よ。決してそちらに持っていくつもりはなかったですけどね。結果的にそうなっちゃいましたね。カープボイさん、バナナってキューバとかドミニカとかでよく使われる、米料理、青いバナナ。あ、青いバナナもそういえば使えるか、うん、使おうと思えば、うん、食料ですからね。あれ OK、できたできた。ちなみに陸海空さんは、うん、さ、来週も出るからね、いいよ、来週言おうか。何言ってもいいよ。何を、うん、何を言うの。俺ハーモなのに笑えない。そこな。ハーモ。ハーモ。先生に続いてな。あ、また？またハーモする？そろそろお時間ですか。ね。はい、あと1分ぐらいですね。1分か。1分だとなんか喋ってリク。
なんかある？あ、ちょっと変な方向に行こうとしてるな。埼玉の5さん、うちは僕ワイフとバナナ、ワイフとバナナ苦手、苦手？バナナ苦手ってこと？うん、バナナまあアレルギーとかあるから、ね。俺我慢して毎日食べてるな。あ、そうだね。考えたらそうだね。頑張ってバナナ食べてるね、毎朝ね。うん、うん、食べて、うん。実はうちの妹もバナナ名前出すだけで切れるので。なんでですか？ここ数年食べてないです。なんでですか？僕は大好きなんだけどね。ということで、あと30秒切りました。はい、ではまた来週お会いしましょう。お相手はサッチーと。ミキサーのキャント。ラジオネーム、リコカイクーでした。じゃあねー。バイバーイ。今日は2週連続で撮るので皆さんそのままで、皆さんそのままで、あちちちち、お疲れお疲れお疲れライス、お疲れ。昨日めっちゃ埼玉の郷さんがポスってたね、何 X で、で私何にしてっけ、あ、そっか、18のテーマももう決めてあるよ、決めてないよと思って、18じゃあ一回切りますね。いや、一旦切ります。またアートで、ま、すぐだけどすぐだけど、いや切れてないよ、切れてない。